今、サンバとランチで、同じ順につながってますね。みんな応援してちょうそんなところで、これで締めにしていいのか、まだ締めちゃうの、締めていいんだよ、とっくに締めていいんだけど、どこが締めかなってずっと思ったら、寝てる人いましたか、寝てるのかな寝てるかな、あの休憩してるんですね、今ということでですね、本当マジさん、はい、今、本当貴重な話をしていただきましたけど、一体何人が聞いたかここだけだね、本当ね、大丈夫、大丈夫、それね、30周年、3時からですね、長い時間にわたって盛り上がってきましたけども、はい、そろそろ大締めの時間がやってまいりました。大締め締めとかないとみんな帰れないからほとんどみんな帰れないと思う帰りたい人、正直なこと言ってこれ締め帰りたい人、ピシッと締めないと帰りたくない、帰りたくない人、帰りたくない人、残って片付け手伝ってますな大事な印象がということで、松井さん本当に30周年おめでとうございます。本当にありがとうございます。こんな楽しいんだったら毎日やりたい、やらなくてやらなくて、そんな前にたまにやるのが大事なんだから、いや本当にね、電話してる時はすごく楽しかったの、久しぶりだなーってさ来年やりますよ、やるって言ってますよ、これ来年30周年、たまにやるからこんな集まるんだよ、いや、やろうよ、毎年やったらこんな来るんだ、いや、来年だけやろうよ、31は13と反対だ、いいこと言うよ、31は13と反対だって無理やりですけどね、まあ、実はでも本当あのね、ピンクのヘビレゲという曲を作るきっかけがトンピンで、ありがとうございます、あの頃はサンバのサノジも知らないですよ、何も知らなかったですね、ピンクのヒドジはあったけどセレジャーのセレジもないですよね、ないですね、あれが本当始まりでした、本当に始まり、本当ピッチ上げのあのピンガでやらなきゃっていう歌を作りましたし、あれが始まりで、いやね、あちこち行きましたよね、飛騨の奥とかね、行った行った、一緒に行った、今から思い返すわ、チームで一緒に行ったって飛騨の山奥です、バスで行った、バスで参加しようと思って、その頃はバスで安かったんですけど、安かったのか分かんない、いや今はダブルだと、バイクかも、まあ、まあ、いろいろ歴史がありますが、まあ、これから新たな歴史、31年からですね、新たな歴史を刻むということで、それでは皆さん、今日お集まりいただきまして、ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ、締め、一本金的に締めは手締めで、いきましょう。じゃあ、オーソドックスと言いますけど、3本締めで、お手を書いてみるんですね。三番締めではありませんよ、三番締め、はい、それでは皆様最後締めでございますので、これやらないと締まらないからね、あの締まりがないとダメですよ、お手、あ、そう、そこ触らなくていいからさ、ね、お手を拝借でございます、あ、ご起立お願いいたします、はい、それでは、カズサトンビ30周年おめでとうございます、今日ご来席の皆様をまたこう世界の平和を記念いたしまして、お手を挙げてください、寝てる人は起こさなくていいですよ、じゃあ3本締め、よーはい、おめでとう、確かさーん、イエイ。
いいな。